東平尾公園東平尾公園博多の森陸上競技場東平尾公園博多の森陸上競技場は福岡県福岡市博多区の東平尾公園内にある陸上競技場。施設は福岡市が所有し福岡市森と緑の町づくり協会が指定管理者として運営管理を行っている。1990年に開催された第45回。 国民体育大会の主会場として建設された、開催を目的に建設された日本陸上競技連盟公認第一種陸上競技場。本競技場の建設を機に平和大陸上競技場で開催されてきた主要陸上競技大会の多くが本競技場での開催に切り替えられた。博多の森球技場ができるまで J リーグの試合も行われていたほか、1994年には、 ジャパンフットボールリーグで、この翌年、1995年に、福岡へ移転が決まっていた、中央防犯 FC 藤枝ブルックスの主催試合が、本拠地移転のアピールの一環として2試合急遽、開催が決定した。1995年の博多の森球技場完成後は、J リーグ JFL での試合は、基本的に、同球技場で開催され、 陸上競技場での開催は2003年10月13日に行われた J2 第38節アビスパ福岡 VS 湘南ベルマーレの1試合のみだったが2019年に博多の森球技場でラグビーワールドカップ2019が開催されることから2019年は博多の森陸上競技場にて9試合開催されたトラックは売れ体系舗装の400メートルトラックが9レーン フィールドは天然芝で夏芝と冬芝のオーバーシードが行われている。スタンドはメインスタンドの一部に屋根があるのみでサイドスタンド一体型のバックスタンドには屋根がない。ありがとうございます。